ではここで開幕宣言をしていただくスペシャルゲストに登場していただきましょう。ゲストはこの方です。今年のユニバーサルクールジャパン2018開幕セレモニーをともに世界に発信するキャプテンともいえるスペシャルゲスト、日本が世界に誇るサッカー界のレジェンド、澤穂希さんです。ご紹介しましょう。スペシャルゲスト、澤穂希さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はよろしくお願いいたします。澤さん登場のゲストの熱気も相当高まりましたけれども、ここで澤さんには開幕宣言をしていただきたいと思うんですが、手にはボールを持っていただいておりますね。はい、今日はあの史上最大のユニバーサルクールジャパンの開幕ということで、今日はこのイメージをの持ったボールを、持って、蹴ってキックオフしたいなと思います。蹴ってキックオフで開幕ということで、はい、素晴らしいアイデアありがとうございます。ではあの僕はですね、フロアで皆さんと一緒に開幕をしっかりと楽しみたいと思いますし、開幕の実況もさせていただきたいと思いますので、澤さんのキックで開幕、これはワクワクしますね。それでは澤さん、準備をよろしくお願いします。はい、さあ、日本が誇るエンターテインメントブランドの世界をここから発信していきましょう。それでは開幕の準備はよろしいでしょうか。みんなで一緒にキックオフと声を揃えて言いたいと思いますが、澤さんのユニバーサルクールジャパン、この言葉の後に一緒にキックオフと大きな声でみんなで開幕しましょう。さあ、それでは日本のクールで世界を熱狂させる時がやってまいりました。レジェンド澤穂希さんがユニバーサルクールジャパン2018のボールをセットしました。日本が世界に誇るキックで幕開けです。参ります。日本のクールをもっと熱く。史上最大のユニバーサルクールジャパン、せーの、キックオフ。みんな盛り上がっていくぞ。澤さん、皆さんありがとうございました。最高の開幕宣言になりましたけれども、ちょっと改めてここで澤さんにもお話を聞いていきたいと思うんですが、まずみんなで迎えた開幕宣言、この瞬間味わってみていかがでしたか。いや、皆さんのこの熱狂がすごくて、私もすごく興奮しております。もうなんかキックオフで開幕するっていうのはまさにこう熱狂熱くなりましたね。はい、さあ、そんな迎えたユニバーサルクールジャパン2018ですが、澤さんも日本のクールの一つなわけですが、このクールジャパンに向けての熱い思いを一言聞かせていただいてもよろしいですか。はい、あの世界中が熱狂する日本初のコンテンツの魅力を皆さんにぜひ知ってほしいなと思います。はい、このコンテンツをね、本当にみんな一人でも多くにで体験してもらいたいですよね。さあ、そんな中、先ほど私は聞いちゃったんですけども、澤さん、先にアトラクション体験されたということですけども、そう、すいません皆さんより、はい、一足を先に、はい、体験させていただきました。どうでしたか。いや、もう率直にもう全て楽しかったです。
もうじゃ あの明日からオープンする3つとも体験されたということで、一つずつ聞いていきたいなと思うんですが、まずはファイナルファンタジー XR ライド、これはいかがでした？ファイナルファンタジー、はい、VR を超えた圧倒的な、臨場感で、ファイナルファンタジーの美しいリアル感を体験ができました。ライドの乗り心地とかいかがでしたか？いやもうすごくもう密着して、もういろんな世界がこう見れて、こう次に何が起こるのかなっていうドキドキワクワク感もあって、はい、スピード感も相当だったでしょう。はい、そのスピードがいつのタイミングでどんな感じで来るのかが分からなかったので、それを実際体験して、もうああってずっと言ってました。なるほど。さあ続いてはですね、名探偵コナンワールドはいかがでしたか？はい、リアル脱出ゲームで、コナンの世界にどっぷりこう入り込むことができましたね。で今回はまあ一人だったんですけれど、まあいろんな人たちと一人謎解きをしたんですね。はい、そうだったんですけど、でもね、普段はこうみんなと協力し合ってその謎解きをするっていう楽しさもすごくありましたね。で意外にというかあれなんですけど、コナン君のサッカーの腕前にとてもびっくりして、多分世界最優秀選手取れるんじゃないかなこれ、はい、そうですね、はい、思いましたね。相当な技術をコナン君も持ってますからね。持ってました、ライバルですね。ありがとうございます。さあ続いてモンスターハンターザリアル、いかがでしたか？そうですね、武器を持って本当のなんかハンターになれたっていう感じがして、で強大なモンスターとこう対峙した瞬間がすごく楽しかったです。先輩ハンター、澤さんに教えたハンターさんに言うと、忠実に覚えてくれて真面目にやってくれて嬉しかったって話はそうなんです。それで足腰、やはり現役の時にしっかり鍛えただけあって、もう踏ん張りもすごく、はい、しっかりできたので、左右のことは左右にぶれませんでした。敵合い、はい、さすがでございます。モンスター相手にも、はい、じゃあもうサッカーの技術はモンハンでも生きるということですね。生きるということです、はい。ありがとうございます。まあ、とっても楽しまれた様子が伝わってきまして、早く体験したくなりましたけども、ちなみに3月からオープンします美少女戦士セーラームーンザミラクル 4D、 こちらの期待の言葉もぜひいただきたいなと思うんですが、メニューを試食して思わず可愛くて写真を撮ろうと思ってたんですけど、はい、それより食欲っていうかそっちの方が先に行っちゃって、写真を撮らずにもう勢いよく食べてしまって、でもすごく可愛らしくもありすごく美味しかったです。ぜひ皆さんにも食べていただきたいなと思います。でも憧れのセーラー戦士たちと戦う、こうピンチを切り抜けるっていう、これもまた早く体験したいですよね。はい、憧れのセーラー戦士たちと一緒に勇気を、はい、出して奮い立つアトラクションがすごく良かったので、良かったと聞いているので、ぜひ皆さんに、はい、体験してほしいなと思います。これを聞いてますます早く体験したくなりましたよね。ぜひこの後たっぷり楽しんでいただきたいと思いますが、では澤さん、あっという間なんですけれども最後になりまして、これからここに集まってくれた皆さん、そしてクールジャパンをこれから一緒に楽しむ仲間の皆さんに向けてメッセージを一言いただけますか？はい、日本が、世界に誇る熱い体験が私自身もできました。ぜひ皆様も、日本の素晴らしさを USJ の、USJ で、ぜひ体験してください。ありがとうございます。ユニバーサルクールジャパン2018、本日の開幕宣言をしていただきましたスペシャルゲストは、日本が世界に誇るレジェンド澤穂希さんでした。ありがとうございました。